どうしようか。普通に12時間ぐらい寝てんだけど。今日は1個絶対やる、2個やることあります。3個やることある。4個。まず、振り込まれました。ペイペイフリマの、はい、収益。なんか、家賃分だけ振り込もうと思ったんだけど、全額しかできなかったんで、62,198円振り込まれました。で、こっから家賃52,000円を今日払っていって、さらに、ティッシュがね、箱のティッシュが不足してるんで、パチンコ屋のポイントで交換してこようと思います。はい。まあ、123かな。123がね、200ポイントぐらいあるんで、去年毎日行ってたからね。そろそろ交換して、ワンピース。最近ちょっとね、単行本買えてなかったなと思って、101巻で止まってたんで、ずーっと前にもらったクオカード。もう、ウーバーイーツやってた、見てる頃から見てる人もいないかもしれないけど、キャンペーンでね、こんなのがあったんですよ。こちら、すごくないこれ。ウーバーとパイの実のコラボのクオカード。これなんかプレミアついてそうだよね。50円ぐらいプレミアついてそうだよ。このクオカードでちょっと単行本3巻ぐらい買ってこようかなと思います。で、ちょっとね、パチンコ欲が出てきちゃった。パチンコやりたい欲が。一パチやろうかな、久しぶりに。ちょっと遊びの要素を入れても、ここら辺で入れてもいいでしょう。ちょっと最近ずっと期待値期待値とかやっててね遊びの要素なかったんで。あとタバコも買おう。そう、ブライトのライト、ブライトライトのロングがドンキから消えたんですよ。だから、もしかしたらブライトライトのロングも、もしかしたら販売停止になってる可能性あるんで、ちょっと駅前のタバコ屋に行って、それもチェックしてきて、答えとさせてください。じゃあ、行ってきまーす。え、ま、え、ちょ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 、え、マジ、え、やっ、え、えぐい、えぐ、なにこ、えぐ、えぐ、ちび玉ねぎたち、やべえ、これはありがてえぞ。なんだこれ。あ、人参、人参たち、やばいこれ。大勢の人参たち。え、これはなんだ。じゃあこれは芋だ。やば、もうこれさ、はあ、困んねえ。はぁ、やべえこれ、マジでこれやばくね。こんな、いや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 、もう毎日料理でしょう。毎日料理、いや、もうこれはやるしかないっしょ。やるしかないよね。そしたら、じゃあ今日は人参、じゃがいもといったら、玉ねぎといったら、シチューですね。シチュー行こう今日。でっかーこれ。よし、とりあえずタバコのこと聞いてこよう。ブライトライトロングが消え去ったらもう終わりだから。あとだってスーパーライトとメンソールしかなくなっちゃうから、さすがにもし販売停止しちゃったらもう買い占めます。はい、ね、ありました。だから販売停止にはなってないみたいですね、まだ。で、なんかドンキでなくなっちゃったから、そうなんかもみたいな言ったら、それ多分売れないからじゃないですかねみたいな。あ、やっぱそうかみたいな。俺ぐらいしか買ってないですよねこれみたいな言ったら、いや全然これは結構多いですよみたいな、うちでは多いみたいな
結構ブライトライト、ブライト系買ってる人多いみたいなんで、分かってる人いんね、さすがに。で、ちょっと家賃振り込みます。お取り扱いできん。押さえられたかと思ったら、なんかで何かやらかしか。オッケー、あとは1パチを楽しむのみ。やばくね、サム出たぞ、11連したぞ。で、あのおばちゃんがいなくなった瞬間終わった。あれは多分神様か。ということで中継品4000円、400円で4000円。ということでワンピースとティッシュをゲットして帰りましょう。やばいっすよ、やばいっすね、最強ですね。よいしょ、すべてのタスク完了。これも最強クーポンがね、この前
排出されたんで、それで無料で。で、こちらポイントでね、買ったのでね、シチューを作りたいということで、はい、肉買ってきました。はい、こちら。と、いやー、あの連チャン、11連なんて俺初めてかもしんない。いや、わかったね。ということで、海で買ったということで、めちゃくちゃ海っぽいビッグウェーブゴールデンエールを買ってきました。いやー、そしてね、はい、ワンピースちょっと買っちゃったんで3巻しか買わない予定だったんですけど、もう全部買いました。これで、コンプリート、ワンピースコンプリート。いやいやいや、いいねいいね、完全勝利だね。いやー、本当に30分ぐらいしかいなかったからね、パチンコはね。400円が4000円になりました。はい、まあ厳密に言うともっとあるんですけど、まあギリギリ換金できなかった分はちょだま700玉ぐらいちょだましました。だから400円が5000円ぐらいにはなってますね。久しぶりにパチンコやるときは楽しいね。このぐらいでいいんだよパチンコは。本当に毎日行くようなもんじゃないから、バカだよ毎日行ってるやつなんてな、本当にアホアホです。ということでね、安心のブライト。今じゃ俺2日風呂入ってないんで、風呂も入りたいですね。最高ですね。なんか謎のやつが来てるんだけど、これ東京都からのお知らせ、定特定記録郵便、お米クーポン、え、東京お米クーポン事業、東京都物価高騰が、じゃあ全員来てんだこれ。え、めっちゃ良くないこれ、これ無料でもらえるのこれ。こんなお米10キロ、まあ何個か選べんだな。飲料、麦茶か、ジュースか、ご飯、パックご飯30食入り。こんなの、うわ、めっちゃいいじゃん。ナイス。ナイス、東京都。ゴールド売れたんだけど、ゴールドバッジ売れましたよ。やば。やば。久しぶりに売れたぞ。バッジ、最近もう全然売れなくなってきてるけど。ここでのゴールドはえぐくない？ちょ、値下げ交渉、2000円引きで8000円で買いたいんですけど、みたいな。来たんですけど、あ、全然いいですよ。まあ、これには理由があるんですけど、この方すごい買ってくれてて、シルバーバッジとかも買ってくれたんですよ。値引きする前、確かに値引きする前かな。まあ、そういうことなら全然いいですよ。まあ、全然そんぐらいの、なんか、対応しますよ。っていうか、このバッジそもそもね、基本的に無料で配ってたんですよ。配達中に声かけてくれて、バッジくれませんかって言ってくれた人にはこうあげてたんだけど、だからね、なんだ、よく物資とかくれる方とか、そういう方とか、全然、値下げ交渉そういう方には応じますよ。それで言ったらもう、例えばゆかさんとか、めっちゃこう、物資送ってくれてるじゃないですか。だからそういう人とかはもうなんか、会った時普通に、金バッジあげようかなとか、思ってたりするんで、全然、対応します、もう。よし！すごくいい流れ、これ、すごくいい流れだ。では、やっていきまーす。賞味期限が、24日、1週間前ぐらいの。で、ネギ。ぶち込んでいきます。あぶねー、ここはあぶねー。そんなしてなくて。はい、全然大丈夫。味噌汁。うまそうですね、これ。はい、訪れてきました。白身だけ。白身で、黄身こっち。ごま油を。はい、1、2、3、4。で、これを正式に。これ炊きたてです、ご飯。なので、やばいです、これ。一体化します。白身と卵一体化します。
いやーうまそう、いやーうまそう、やべえ。はい、入れます。ワン、ツー、スリー、フォー、イエー、勝ちー。ということでいただきます。これマジでマジでやばいっす、マジでやばいっす。いただきます。はい、釣っていきます。釣っていきます。まず今回このでっけえ人参使っちゃいますか。こんぐらいのでっかい人参いっちゃうか。いっちょう、じゃが1本、うえ、いっぱいありますね、生えてますね。2本いるでしょ、生え時の2本で、まああれだな、これとこのタマちゃんをね使います。でっけえタマちゃん。まずはジャガイモ少ねえか、チビジャガもう一個ぐらいいっちゃいましょう。ジャガの芽を、この芽はすげえ怖い、この芽すごい怖いです。一旦こいつを細くね、まあ、こんなもんでいいか。バターをうん、人参は後でいいか。人参は後でいい。せめえな。バターでコーティングして、剥がれ切ったら、人参こんなんいらねえか。こっちでしょ。細めの人参でいきます。ここが怖いな、ここら辺が、ね、色がやばいんだけど大丈夫かな、この色大丈夫、怖い。待って、ちょっともうちょい切ってみる、薄いんだけど色が大丈夫かな。はい、切っていきますね。てかこれ多分メイクインだよね、普通じゃがいもじゃなくてメイクインのじゃがいも。で、もう今回はこれもやっちゃいます。豆乳豆乳豆乳、具沢山具沢山、ここに牛乳、豆乳、はい、これでこう、はいはい、はい、もうシチュー、はい、もうシチューです。見てほしいのはこっからですよ。うまそう、これですね。はい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 、こんぐらいかな。ゆったりと含めていく、ゆったりと含めていきます、はい、濃厚とろとろクリームシチューですね、はい、いただきます。あーやばい、あーうまっ、あーやべえ、やばいやばい。さっぱり、3日ぶりに入りました。気持ちいい。こちら、白と白ですね。はい、よし、行くか。いただきます。いや、ライス合うんだよ、これ結構。いただきます。うん。うまい。人参。やばくー。
じゃがいも入ってねえな。まあいいや。肉いきましょう。人参めっちゃうまい。意外と合うんだよね、これが。甘海物語で勝ったということで、5000発出たからな、マジで。こちら、ビッグレープゴールデン。見ちゃおう。色見ちゃおうか。色を見てみようか。予想は、ホワイト。すごくし、はい。ホワイトエール。いただきます。あ、うめえ。ハワイ感じる。めっちゃハワイ感じるんだけど、ハワイの風味します。いいな。300円レベルでハワイ感じられるのはいいよ。これいってみましょう。うまっ。辛っ。うま辛っ。合うな。うまい。やっぱ自分で作ったのはうめえな。これ普通に890円並み。うまい。ちょっと明日に備えてカチカチ君の勉強しないと。コメントで教えてくれた方いたんだよね。表面右にある四角いボタンを。あ、なるほど。すごいじゃん。ああ、なるほど。なるほどね。はいはいはい。ああ、わかった。そもそも明日、マイジャグ座れなかったら、これ使えないからね。座れる、これ使いたいな、座って。いやー、早く寝ねえとな。もう1時ですね。いや、明日、頑張ろう。まあ、抽選ゲーですけど。頑張ろう。